どこ見る、どこ見る。取材も終わり、今回は新聞のレイアウトについて大分合同新聞社整理部の佐藤一郎記者が説明します。なんで一番先にそこに目が行くと思う？なんで目に行ったかって今みんなに聞いたら、大きさが大きい。そうやな、やっぱ大きい方に目が行くわな、ちっちゃいとこやろな、そこの場所、その場所ってどういうことやろうか。開いた時に端っこの方に目が行くか真ん中の方に目が行くかって言ったら、真ん中の方に目が行くんやろうな、きっとね。だから場所、配置、この大事なんやな。で、内容、内容はその通りやな。サッカーが好きやからそこを見る。見出しっていうのは一つの見出しの中になるべく同じ言葉は使わない方がいいんやな。何回も言うとくどい。一枚のページの中でも同じ言葉は使わないようにしてください、見出しをつけるとき。分かった。今回作る新聞でどういうことを大分県内の人たちに伝えたいのか、これだっていうのを考えてつけてもらいます。これをまず考えようか。これをまず決めてしまおうね。全体の大見出しをそれぞれの班で出し合います。じゃあこれとこれをミックスしようか。これを一番メインのカットに据えようか。みんなのなんか合わせてな。次はそれぞれ事前に考えていた見出しをもとにもっと伝わりやすくなるように考え直します。漢字ばっかりだとね、意外とみんなね、こう、突きにくいな。ひらがながちょっと入るといいな。でも、どっちにしろ糸口音頭入るのに入るといけない。糸口音で4音取る。わかりやすい見出しが出来上がりました。次回までにそれぞれの絵を描いてもらいます。一面に同じ字を使わないようにしていることを初めて知りました。他にもいろいろ教えてくれたので、楽しかったし嬉しかったです。新聞の見出しで大きさや位置で見る人と見らない人がいるということが分かりました。記事の見出しの数を減らしたり考えるのがとても難しかったです。東武前善光寺の本堂や重要文化財にもなる鬼瓦などの絵を描きたいです。どんなイラストを知りたいでしょうか？みんなで糸口音頭を踊っているところです。この新聞を作ったらどんな人に見てもらいたいですか？この新聞を作るときに協力をしてくれた人です。なんかここはこういう風にもうちょっと濃くした方がいいかなとか、ここの絵ちょっと変えた方がいいかなとかいうのを今からこう時間取ってみんなにこう手直ししてもらおうかなとか思ってたんやけど、ないこっちが大きい方がいい。こっちかな。これのバッグがこれになるかな。かわいいのでしたね。どんな新聞にしていこうかということをちょっとみんなで決めていこう。新聞作りもいよいよ大詰め。どんなレイアウトにするのか話し合います。みんながどんな新聞作りたいと言えばそういう新聞を作っていくから。1、2、3、4みたいな感じで置こうと思います。だから、みんなに考えてほしいのはどれをどこに持っていくか。そういうことやな。見出しがあるんやな。時計台上4、ここ、そこは、なんだ、十分、善光寺はどこがいい？3枚、みんな何だろうな。こういう風な絵にすると、どれがメインっていうことじゃなくて全部がそれぞれ見えるようには作っていくんで、まあ、場所的なもんはあんまり、それほど考えなくてもいいかな。でもみんながこれでいいって言うんやったらこのまま作るけど。OK。 私は絵を描く担当で、濃ゆく塗ったりはみ出さないように塗ったりするのが大変でした。私は記事を描くのが担当で、取材したことをまとめて削ったりとか付け加えたりするところがとても難しかったです。私は文集作りで難しかったところは始めと終わりを考えるところです。この地区を知らない人に知ってもらいたいです。次回ついにみんなの作った新聞が完成します。どうですか？
どんな新聞になっているのかな。イメージどうですか。